皆さんこんにちは福岡教育大学附属久留米小学校の椎間戸俊博と申します本校では平成25年度から2年間特別指定をいただき本日成果報告をさせていただきますまずこちらの写真をご覧くださいこれは第6学年図画工作家謎の入り口からにおいて英字が作成した作品です エイジは作品のテーマをカラフルジャングルワールドに繋がる入り口としました様々な色のツタが絡まり合い不思議な空間に引き込まれそうな作品になっています子どもたちは自分が作ってみたい作品をイメージしそのイメージに合うような作品を作るために形や色を工夫しながら作りましたより良い作品にするために情報となったのは友達の作品です 友達の作品を見てぜひ自分にも取り入れたいと思った形や色をデジタルカメラで写真に撮り情報を集めましたそしてデータを再生しながら自分の作品に友達の良さを取り入れこのように素晴らしい作品を作り上げることができたのです私たちはこのように自分の学習に必要な情報を作り集め その中から選択して組み合わせ、より良い考えを作り上げていく情報編集力を育てるための教育課程の創造を目指してきました。そのために情報化を要とした各教科の学習のあり方の工夫を通して、えー、工夫を通して研究を進めてまいりました。私たちは平成24年度より文部科学省の新教科開発の研究指定を受け。 情報化解説の研究を行ってまいりました情報化において情報編集力の基礎を育成し情報編集力を働かせるための各教科の学習のあり方の工夫を追求してまいりました情報化の内容として情報モラルやマナーに関すること情報機器の操作技能や知識 共同的創造的に問題解決する力を育成しこれらの3つの領域を指導することで情報,編集力の基礎情報編集力の基礎を情報化という新教科で身につけさせていきました私たちが考える情報編集力とは多様な情報の中から自分に必要な情報を選んで取り出し 情報の価値を判断し一つ一つの情報を組み合わせて創造的な価値ある情報を作り上げ問題解決に活用したり他者に発信したりする態度のことです情報化で身につけた情報編集力をさらに育成し働かせながら各教科の内容を捉えさせていくのが本研究となります特に情報化を選択する力と 組み合わせるる力を重視ししして発揮できるようにしました21世紀を生き抜く子どもたちに求められるものはさまざまでそれらを身につけさせるために情報編集力の育成が必要であり次の4つの点から取り組みを行いました各教科等の特質に応じた学習過程の工夫共同的な学び合いや 言語活動の効果的な位置づけ ICT 機器の効果的な活用情報モラルの指導の充実ですそれではまず各教科の特質に応じた学習過程の工夫について述べてまいります私たちは情報編集力を働かせるための基礎としてスクリーンのような問題解決的な学習を基本的な学習過程としました 問題解決的な学習とは、学習者が解決したいという必然性を持ち、学習対象に繰り返し関わって問題を追求する学習活動の連続と考えています。この過程で、情報編集力を働かせていきます。この過程においては、目的意識の明確化や共有化、問題解決の場面で、自他の多様な考えを拡散・収束する活動の 工夫や共同的に取り組む学び合いを仕組む必要があると考えましたさらに情報編集力を働かせる学習過程にするために情報を「作る」「集める」「作り上げる」「活動」を位置づけましたまず「作る」「活動」では追求の観点を明らかにしながら 自分の考えを見出すことができるようにします写真のように算数では問題に対する自分の解き方についての考えを作ったり外国語活動では自分の夢について紹介する文章を考えたりしました次に集める活動です集める活動では他者の考えを取り入れて多様に収集することを狙いとしています 図画工作では友達の作品の良さをデジタルカメラで撮影して集めたり理科では実験結果を撮影し全体で共有化したりしました最後に作り上げる活動ですここでは多様な考えを分類整理し観点を見出しながら必要な考えを選択し組み合わせていきます図画工作では友達の作品から集めた 形や色の良さを自分の作品に取り入れて仕上げたり国語科では叙述を根拠に読み取った考えをキーワード化し自分の考えを作り上げたりしましたこのように私たちは各教科の学習過程の中に作る集める作り上げる活動を位置づけて情報編集力を働かせる工夫を行いました具体的な実践例を述べていきます第一学年図画工作科 夢のマイホーム・マイタウンの学習ですこの学習の狙いは陸・海・空・宇宙で楽しく過ごす世界で一つだけの家をイメージし夢のマイホームを作ろうという狙いのもと学習を進めましたまず自分の街を決め自分が楽しく過ごすための家をイメージさせますサッカーが大好きな子どもお菓子が好きな子ども、えー、一人一人が自分の家をイメージしました そのイメージをもとに、自分の家を作っていきます。作る過程の中で、もっと楽しく過ごすい。もっと楽しく過ごせる家にするためには、どうすればいいのか?。友達の作品を鑑賞します。その中で、自分の作品に活かせそうな部分を、デジタルカメラで撮影しました。撮影したデータを再生しながら、友達の良さを自分の作品に活かし。もっと楽しいマイホームを作り上げていきました。 第六学年理科植物の成長と水の関わりについては。植物は根から吸い上げた水をどこまで運ぶのか調べました。作る活動では、作る活動では自分の予想をもとに色水につけた。放射線下の様子を観察しました。根から調べる子、葉から調べることさまざまです。その時の結果をデジタルカメラ王健君で撮影しました。 次に結果について冒険くんを活用し各グループから結果を前方のテレビに送信しますすると自分が調べていない部分の結果まで観察することができますこのようにして結果を集めることができました根から茎、葉までの結果を共有し植物は根から吸い上げた水を体全体に運んでいるということを明らかにすることができました 次に ICT 機器を活用した共同的な学び合いです本校では学び合いシステムを使い自他の考えを比較したり共有化したりしながら考えを高めていくことができましたさまざまな教科領域で活用していきますまた各教科等において積極的な ICT 機器の活用も図りましたデジタルカメラや タブ,レットタブレットパソコン電子黒板といったさまざまな機器を子どもたちは活用することができるようになりましたこれは情報化における B 領域で学習した内容を活かし各教科で活かすことができたと考えます写真のように各教科領域で活用し子どもの思考のプロセスを視覚化することで各教科領域の内容を効果的にかつ効率的に捉えさせることができました最後に情報モラルの指導の充実です 情情報報モラルに関しししては化で指導しました低学年に関しては ICT 機器の使い方を指導する際にマナーやルールを指導しました中学年に関してはネット上のマナーやルールについて高学年に関しては情報モラルに関する危険回避や法に関する内容を指導しました取り組みとして次の4点が挙げられます。 一つ目は、自他の考えを比較しながら学び合う姿です。自分の考えに足りないところはないか、友達のより良い考えはないかという意識で学習することで、より良いものにするために情報編集力を働かせることができました。二つ目に、相手を意識して自分の主張することができるようになったことです。共同的な学び合いや言語活動を位置づけることで、自分の考えを相手にわかりやすく主張することができるようになりました。 三つ目は ICT IC 機,機器を使用する技能の向上ですさまざまな場面で活用し学習が効率的になりました最後は情報モラルについての意識の向上です写真を撮る際にも相手の気持ちを考えたり使用の仕方を配慮したりすることができるようになりましたそのような姿になるために校内研修を充実させています講師として宮崎大学教授の新地先生 東北大学大学院教授の堀田先生にご指導いただきました研究発表会や実践発表を行うことで自分たちの実践を見つめ直しより良い指導の提案を目指して研修を進めても参りました今後の展開としては研修会等の開催により地域の小中学校への普及を考えておりますまた地域の研修会へ参加することでこれからの授業を提案することも考えられます この2年間で私たちが学んだことを普及し地域に貢献していきたいと考えていますさらに ICT 機器を活用したより良い事業づくりをさらに目指してまいります今後生き生きと主体的に ICT 機器を活用するとともに価値ある学びを見出す子どもを目指して研究を進めてまいりたいと思いますご清聴ありがとうございました